はい、どうぞ、こちらのです。今回なんですが、こちら、劇場版のね、第2弾の特典の孫悟飯スイッチビーストを使ってきたと思います。まあこれなんですけど、まあ、ヒーローズのね、2代目の特典みたいな感じでね、もらえるカードなんですけど、まあかなりレートも高くて、やっぱビースト人気だね。仲間を守る心と魔空包囲弾でパワーガード半減、まあそんなに強くはないですけど、まあとりあえず使っていきたいなって思います。はい、まあ、デッキはこんな感じでね、ちょっと久々に究極神オレンとか使ってみようかなっていうのと、やっぱビーストの性能的にこうね、アタッカー人数3人以下に抑えないとね、アビリティ発動しないんで、まあやっぱりそうなると神オレンとブロリーでね、アタッカー人数減らして身勝手を下げるっていう感じで、まあ叩こうかなと思ってます。正直必殺見れるか分かんないですけど、まあ頑張りましょう。はい、編成的には結構ガチで組んだんでね、まあ、普通に強いかなっていう感じです。さてと、まあ、バトルアプリも3でいってみます。もうこのデッキは絶対ウルトラゴッドミッションアプリ使わないんで、まあ3ラウンドかな。いやー、さてさて、どんな感じになるか。まあでもね、今の環境的にまあ軽減効果ってね、そんなに消せるカードないんでね、ダメージ軽減で守って、カミオレン身勝手で守って、ブロリーで叩く、でその間ピッコロでね、記録回復してガンガンインパクトで火力増やして3ラウンドで仕留める、まあ、これが理想系かなっていうのと、あのアイウスのユニットあるじゃん、あれがね、まあ、強いんだけど、結局カミオレンってその後にパワー半分にしたりとかで、身勝手もその後にパワーするし、赤き仮面のロゼ3もユニット使わした後に切れば問題ないんで、まあ、うまくさばけばアイウスも倒せんじゃないかなと思います。さあ、どんなデッキ、アイオスはいない、おっと、レジェンドにロベドミ、悟空が流星っぽいな、あれ流星スイッチ降臨悟空と、まあ厄介だね。ただ体力は22000、いやーでも怖いな。相性で言うとまあ悪くないですね。さてと、ね、まずこれ出すな。赤きいないからいいよね。もうあいつは環境から完全に消え失せているので、まあ今は軽減効果がかなり刺さると。さあ、ロゼ出す、一応出しとく、これ。いや、まあ保険は絶対作った方がいいよね。でもロゼ出したところでレジェンド悟空に乗らなかったら意味ないし、まあこんなとこでしょ。とりあえずもうパワーね、腎臓だけで抑えられるから。あ、合ってたわ、合ってた合ってた、だって降臨がパワー上がった後にあれだもん、ロゼ3刺さるから合ってたね。よし、レベルアップしたぞ、わしがみんなを守るんだ。あー、いいね、いいね、いいね。はい、ブロックバーストやっちゃおうか。相手もなんか流星下げてるし、ブロバやっちゃおうかな、これも。はい、でこいつパワー4倍なんで、まあ、次のラウンドで10万が刺さる。で、ここはもうガード向こう怖いんで釣り悟空止めます。これは止めといた方がいいっしょ。はい、強いね、身勝手の極意ね、久々に使ったけど使いやすいわ。さすがにこの究極神オレン身勝手の陣形だったらね、パワー相当抑え込められるし、あとは腎臓が発動するかどうかだね。2万超えてそうだけどな。あ、超えてるわ、だってロベドミじゃん。あー、来たね、オッケー、ロベドミ最高。いやー、でもこれエナジー溜まっちゃうかな。あ、全然溜まってないじゃん。勝って、いいっすね、全然硬いね。あと 30% 軽減が硬い。ご飯の守る心、仲間を守る心が何気に硬い。普通に考えて3割のダメージ減はでかいよね。はい、さあ、ロックバット。さあ、悟空が悟空を止めていく。そろそろさ、このリッチモデルのスーパーサイジン3龍拳来そうだけどね。いや、マジで龍拳の原作式来たらやばい、絶対かっこいいだろう。
必殺技発動時に15000ダメージとかそんな感じじゃない？めっちゃそんな感じの性能できそう。結局流星スイッチ買ったいな。ただ流星悟空がねあれ持ってないからね。あれあのなんだっけ、記録回復がないから相手腎臓だけでしょ。腎臓だけだったらまあ8000止めしちゃえばいいんだけど、そう結局これがね、嘘でしょ、なんで、あ固定ダメージ増やしてきた感じか。で多分次相手もずっと最速なんで、押せなければいいんですけど、はい、これいいね、身勝手 VS ビースト。これまあまあヒーローズでしか見れないから、ヒーローズさんいいっすよね。どのカードゲーム、ドラゴンボール系ゲームよりもね、先取りしてビーストを出すっていうね。はい、でここロベドミであんまりパワー増やされたくないんですけど、まあとりあえずでも3枚出しはもう安定かな。アバター引っ込めてロゼ3出そうか。ぶっちゃけ落とされる可能性もあるけどね、正直。はい、いいね、10マップ、10マップでかい。いや、このラウンドはマジで抑えたい。究極神オレンでパワー吸って、あとはロゼ3か。ロゼ3が3悟空とレジェンドに刺さるはずだから、他の攻撃を抑えちゃえばまあ大丈夫と。はい、ぐわー、あとはこいつを当てられればいいんだけどね。さあアプリはなんだ、ガンガンっぽいな、ガンガンだな。やいや絶対そうだわ。いやガンガンきついな。送信するスタンプを監視します、監視します。まあでも火力源2人止められるのはでかい。あ、腎臓もあれか、言うてやばいのか。したら意外ときついかも。でガードもこう刺さっちゃうしね。あ、意外ときついわ。いやー頼むマジで、ここのラウンド本当。こんなんで落とされたらダメだよ、シャリになんないよ。はい、来た。ロベル下げてる。バトルアプリ効果発動。はい、ウルトラボットアプリ、マジガンガンじゃなかった。2万9000だったら耐えられそうだね。あーそれかー、うわー厄介すぎる、それは厄介すぎる。久々に見たそれ。まあ、今のは純正のアプリだね。はい、 30% 減発動からのパワー半分にして、はい来た。ちょっと待って、なんで流星刺さった今。なんでなんでなんで、あーなんでだ。あ、わかった、これさ、待って待って、もしかしてなんだけど悟空3もパワーない、パワーマイナスで、パワーマイナスで4倍になったからか、多分そうだね。やばいな。いや普通にやばくないこれ、落とされたかな。いやーちょっとこれ怖いね。はい、とりあえずここは防いだ。ただ4倍とガードも効果規制。はい、こっちのアタッカーが3枚だから、まあ1万2000しか上がっていないはず。そしてガードもここに来ない、よし。あ、これミラクルじゃね。いやーマジかよ、もう台なしでも全然押してくるもんな、最速意味ねえよ今の環境も。最速にする意味ってあんのかな、ないよね。ちょっと待って、ちょっと強くね、なんか強くね、もうやばいだろそれ。
で流星は G1 なんだよね。なんか火力がおかしい、火力がなんかおかしい気がする。3割減だよね。3割減であんな食らうんだ。はい、とりあえずここは抑えた。で、龍拳ダブルドカバキ3連発、いやワンチャンあるよこれは。うん、いいね、いいね、終わり終わり、よっしゃ耐えたけども、流星が結局きつい。はい、来た、オレンジピッコロ時空転送来た。もうこれでだって身代わりできなくない？あ、そんなことないか。てか、そもそもブロリー入んじゃん。来た、これブロリーの攻撃が入るね、これ流星の気力からになるから。来た、これそっか、腎臓さえ発動させなければ今回はいけるね。ピッコロさんいないもんね、相手のデッキに。あー、なんだそれ、なにそれ、あー、ちょっとちょっと、あー、なんかダメ、気合が入らないね、チャージに気合が感じられない。あー、もうなんだよそれ、もう出すぎだろう。いや、それは出すぎだって。あ、ダメだ、ちょっと全然ダメだな、チャージやばいな。ブロリー決めれば全部元通り、ま、巻き返せる。なんだ元通りって、巻き返せるこれで。あー、もうダメだ、ひどいなチャージマジで今日全然入らないんだけど。いや、スイッチがダメだわ、あのチェンジスイッチじゃなくてさ、チェンジスイッチが入らない。なんだこの火力、え？ちょっと待って、ブロリー全部持っていく感じ。いや、やっぱこいつ強すぎるな。あれ、ガード下がってなくない？相手ガード下げなしで、これもしかして。嘘だろ、やばすぎだろ。いくつ？うーわ、はい、という感じでしたけど、まあ、なんかちょっとダメだったな今回。いやー、なんだろう、ご飯の性能は活かせたんだけど、なんかダメだな、チャージでやっぱ、パーフェクト出せないと全然気持ちよくないね。おー、なんか面白いの来た。わーっと、これはいや、怖いな、怖いな、開幕ではないんだ。でもなんかユニット2個ぐらい使ってきそうだね。なんでこんなところに、いや、まさかの国威未来か。パワー戦闘力4倍、ちょっとこれゴッドボスで使いすぎて復讐しに来たかな。4000固定じゃん、ちょっとやばいね。はい、ここはもう1ラウンド目で腎臓切ります。で、国威の未来戦士食らったらアウトなんで、まあ、身勝手のブロックバーストを次のラウンドあたりにやるとか、いや、まあ、もしくは1ラウンド目でブロックバーストしてもまあいいけど、まあ 2かな、でも2かな。そもそもブロックバースト通悟空じゃないかな、4000固定でしょ、通悟空怖いね。魔人ベジータってあれサポーターでも発動するのかな、謎だね。ただ戦闘力制限が書いてあるので、それを3ラウンド目とかに打たれちゃうと、まあ、やばいかな。あとこれ強いね、何気にそんな強くないって言うんだけど普通に強いね。はい、ブロックバーストはやっちゃおうか、やっぱ、6000固定だからあいつはね。まあ、チャージで勝たれた時のことを考えて、はい、で1万なんで記録回復した、まあ、でかい、ピッコロと合わせて4本回復だね。はい、でかいね。
で、人造兆しアビリティが発動してないので、まあ、次のラウンドで発動がさせられると。はい、このデッキ意外と強いかも。なんか個人的にだけど、この、カミオレンとブロリーのデッキがなんか強いんじゃねって思うんだけど。しかもロゼスリー身勝手だしね、3人分は攻撃止められるじゃん。まあ、火力がちょっとないんでブロリーに託す感じにはなっちゃうんですけど、あとはまあガードがね下がったとこにね、カミオレンかブロリー入れたりとか、まあいろいろあるんだけど。で、硬いしね、このご飯がね。あ、意外といいかもしれない、このデッキ。うん、このビースト使うんだったらめちゃくちゃいいね。はい、キーストドロップ、まあブロリーだよね。あ、でもロゼ3かな、ロゼっぽいね。さあ誰を狙う。あー、危ねー、よかったー、よかったー、やばかった。これロゼ3はやばい、それはもう何もできなくなっちゃう。 OK、 はい、とりあえず2ラウンド目相手の攻撃耐えたわけなんですけども、極炎アプリ食らっているので、まあ実質ブロリーしか火力は出せない。ただそのブロリーでさっきみたいに持っていく可能性は大いにある。お祈りがすんだ。あ、強っ、え、強っ。ロゼ3のとこに入った今の、でかい。あ、いけるかも、ダブルとオーザルブロリーで、いけるね。結局ブロリー当てないとダメだな。でも亀裂してくれ、これ亀裂し、あー、でもトランクスかかってるから無理かな。そもそも人造のアビリティが発動しないで、奥義がない。さすがに極限は硬すぎるか。あー、まあ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 、ぼちぼち、うーん、亀裂しないよね。いやー、気絶しないのな。でもこれは10万ダウン乗ってて、あー、まあいいダメージ。いや、いけるかもしんない。待って、ロゼ3がアルティメットエナジーある。あ、いけるね、これ。で、ブロリーの攻撃外してもダメージすごい入るから、あとは、うん、まあランカツか。先行取られてる分、ランカツの発生率は相手高いから。あー、つえー、ロゼつえー、さすが。うわー、さあこれはまあミラクルと、でも貫通ダメージで、はい、 OK。 OK、 はい、という感じで、まあご飯ビースト使ってね、2戦2勝したわけなんですけども、まあやっぱり必殺技がちょっと難しかったんで、まあ、この後に流したいと思います、それもね。いやー、でもこのデッキ結構強いかもしれない。やっぱこうね、パワーを戻された後に削りまくるっていうのも強いし、まあ、元気玉悟空とかいてもね、ロゼ3はやっぱりほぼ確実に刺さるから、まあ、封印されなければ強いですね。うん、これ強いと思う、個人的に。今回の環境ね、全然こいつありだと思います。はい、さばき方次第では。あとはまあブロリーで合わせればね、2ラウンド目でブロリーのパワー解除されて、ロゼ3刺してとかもできるし、まあ強いですね、ロゼは。はい、ということで、今回はね、こちら劇場版特典孫悟飯ビースト使ってみました。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。